現在のコンスタンディヌーポリ創始教座聖堂である、聖ギオルギオ世代聖堂の内観。方針霊寺の光景。英体が歌っている。左側に、イタリ聖書のイコノスタシスが映っている。初心品による、方針霊の光景。イコノスタシスの向こう側のイタリ聖書の宝座手前で、水色の彩服を着用し、宝冠を被って宝綺に当たっているのが主教。 左手前に大きく写っている濃い緑色の財布を着用した人物と、イタリ聖書の奥に小さく写っている人物が司祭。白地に金色の刺繍を施された財布を着ている二人がタスク祭である。聖教会では祭日ごとに財布の色を統一して用いるのが一般的であり、このように初心品が別々の色の財布を用いるケースはそれほど多くはない。 また、採腹をこのように乾燥するのは、写真撮影などの特別な場合を除いて、方針例の場面に限られている。方針例は、正教会における法事、祈りの総称、日本ハリストス正教会の訳語、カトリック教会における典礼に相当する、公議党と死議党のいずれも含む、公に行う協議の方針例を指すことを特に示したい場合には、 公義と後方心霊といった用語が用いられる。生体礼儀などの機密を含む礼儀の他にも、毎日の法事である自家、さらに生成式、各種祈願、漏れ弁破にひだ、埋葬式などの機会に応じた祈祷などが含まれる。より公義には、方心令には、日々の生活までが含まれる。正教会では、方心令の範囲をどこから、どこまでというように明確に区分することを避け、 方針例を、講義の方針例としての生活のひなとして、捉えるべきであることを教えている。本記事では祈り、儀礼の総称としての方針例について詔述する。言語である、ギリシャ語のラムダイプシロンをたたうプシロンローガンは、アルファは、神の民の仕事を表し、その原義通り、方針例は、聖教徒の公務であるとされる。方針例は、儀礼。 儀式に留まるものではなく、方針霊における体験は、クリスチャンの生活のあり方を示すものであり、日々の生活のひな型となるものであるとされる。したがって、最も抗議にとった場合は、聖教徒の生活すべてが方針霊であると言える。聖教会においては聖伝の一部として位置づけられ、重視される。西方教会の残下、告げ会に相当する密もまた、 国会礼儀として、方針礼に数えられていることを考慮しても、方針礼を単に、礼拝、天礼と同義に捉えるのはあまり正確ではないが、一応、以下のような相当関係はある。ただし下の表における用語は教派ごとに、大小の概念の違いを含んでおり、対応する、国同士が1対1対応するわけではない。聖堂内で十字を描く花嫁。画像左上には、 イースハリストスのイコン、画像左下には捧げられたろうそくがある。点灯も方針霊の重要な要素。方針霊では聖書の言葉や説教に耳を傾けるといったことのみが行われるわけではない。ろうそくを聖堂に捧げて灯されたろうそくの光を感じ、打たれる鐘の音を聞き、フリゴールを用いたロギによる光を鍵。 音楽的要素を盛り込んだ成果を聞きかつ歌い、イコを見、法事において十字を描き、教習は、イタリ製書内を財布を着用して書作に従って、動き、十字行などの行列を行い、生体礼儀において、イース・ハリストスの御事かとだと御事と地に、性変化したパンと葡萄士を了承するといった、幅広い身体的動作を伴う。聖教会に継承された形なき神学。 心情は、祈祷文内容のみならず、こうした形ある動作にも具体化されている。このようにして、方針例は、意識、無意識、生理的な面と、理性、知性を総動員して、イースハリストスから弟子たちに伝えられ、教会に保存された生活形態を体験するものとなっている。このことは、イースハリストスが弟子たちに伝授した生活形態が、 頭で理解するものだけにとどまらないことを示していると、される。長子祭、ゲオルギー・フロロフスキーは、ハリストス教とは、生態礼儀の宗教である。また、教会とは、第一に、方針礼を行う集まりである。方針礼を第一とし、教えと用理を、第二とする。と述べている。しかし、パーベル・フロレンスキーは、真の聖教教理学は、 方針霊の教理上の考えを系統化したものでなければならないとの見解を示している。このように、聖教会において方針霊と教理とは密接なつながりがあるものと捉えられている。また、教理は方針霊において聖教徒の祈りの体験の一部となって実感されるものとなるとされる。聖イグナティ・ブリャンチャニノフは定期的に教会に通って、 祈りと栄華に真剣に耳を傾ける、聖教徒なら信仰に必要なものを全て習得できると述べている。聖教会の祈祷文は教理についての伝統的理解が豊富に含まれるものとなっており、同時に美を放っているとされる。聖教会は10世紀から12世紀にかけて、ビザンティンで確立した方針例をそのまま保全しようと努めており、そのことによって、 聖教教理の普遍性と安定性が守られるとされる。新しく劣勢された聖人についての祈りが追加されることがあっても、それは既存の方針霊体系の中に組み込まれ、全体の基本的構成には変更は加えられない。祈祷には一般に教会が所在する現地の言葉を用いる。歴史上、宣教に訪れた先に現地の書き言葉がない場合には、 現地の話し言葉を学んで聖書法を作りつつ、聖書と祈祷書とを翻訳してきた。聖教会は、それほどまでに、現地の言葉での祈祷にこだわっている。ギリシャ聖教会やスラブ語地域の聖教会など、宣教以後長い歴史のある教会では、日常会話に用いられる現代語とは、若干の距離を生じている場合もある。フリゴールを準備する三人のタスクサイ、捨て張を着用し、 おらりと呼ばれる帯を肩から垂らしている。本校では、抗義党としての方針霊の種類と構造について述べる。方針霊の構造は、複雑な上に、上述の通り気等分のみによって構成されるものではないため、構造を知るには、正教会の各教会へ賛同することは不可欠であるが、頻繁に教会に通う信徒にとっても理解が難しい、ものである。 以下の記述はあくまで概略であり、膨大な内容を持つ、東方方針令の特徴の一部に過ぎない。講義党としての方針例の構成については、ピッピコンに基本的に従うが、思考時にはその場における、司当者の指示に従う。主観の構成は、どの各国地域の政教会でも同じであるが、三党者の方針例への熟達度や、正規物の装備など様々な要因によって、 部分的に省略を行う場合もある。便宜上続教されている部分でも、出来る限り歌う方向を施行しているのは、復活大祭の方針例でも明らかである。復活大祭ではほぼ全ての祈祷文が英体によって、歌われ続ける。講義等、各種礼儀で、新品と英体とがやり取りする、ねがある。手話はレメヨや、手玉物へヨで新品の宿文に答え。 アミンで締めくくる。大きく大連島、小連島、重連島、増連島に区別されるが、方針例の部分ごとに前後関係から少しずつ変わった形をしている。正教会における晩化、創化も含めた講義の時家が行われる大まかな時刻の図解。教会歴においては一日は日没に始まり、日没に終わる。ただし、 このような時刻ですべての時価が行われることは大規模な修道院を除き極めて稀である。1日の帝国に起源のある方針例として時価と呼ばれる昼夜法事がある。時価は講義には昼夜法事べてを指すが、競技には日中の時価である第1時価第3時価第6時価第9時価を指す。聖教会では 日没が境界歴の区切りとなっており、晩夏が1日の始まりの時課と認識される。従って、曜日ごとのテーマも晩夏から第9時間までで一貫して扱われることとなる。例えばイーススハリストスの復活を記憶する手術の方針例では、世俗一般でいう土曜日夜に行われる晩夏から、翌日の第9時間までの間に、復活をメインテーマに据えた祈祷構成が取られる。 自家行には、平日の日の出前から、晩の1日の流れに沿って収録されている。なお、第一時等の時刻なは古代ローマの時刻の呼び方を踏襲したものである。日の出後、およそ午前6時が第1時、およそ午前9時が第3時、およそ正午12時が第6時、およそ午後3時が第9時と称される。復活大祭の前の大時の期間には、 初代教会の時代に洗礼に向けての競技教育の期間が当てられていた由来もあって、その他の期間と構造が大きく異なる部分が多く、直においても旧約聖書の部分が多く小読みされる。番下番下の聖入りの場面、イコノスタシスの黄門前にて、右にタスクサイ、中央にシサイ、左に同役が二人、映っている。番動家、番動大家と、 万能消化がある。八丁教を用いる、通常の平日にも万能化は設けられているが、教区では主に大祭記に行う。祭日によっては、全万道が万能大化から始める鉄屋等のこともある。その場合は、万能大化の最後に、リティアが行われる。万能消化は、万能大化を短縮した形と言えなくもないが、順序の中で、新療を、 小読みする位置が異なるなど、若干の融通がある。訳語、万道化の道の字は、修道院においては万道化が、食後に行われることから、食道の意味をもって採用された。夜半仮葬化本来、日の出前後の祈祷であるが、教区の伝統、教会の事情によっては、時間をずらして、前日の夕刻、あるいは当日の早朝に行うことがある。徹夜等の場合、 晩ンから連続して行われる。平日と主日ではその構造は若干異なる。カトリックの朝かおよび賛美かに相当する。カトリックでは独立の時間となっている賛美かは、聖教会では早かの末尾に置かれ、その一部となっている。教義の自家聖教会で、自家の故障は、教義には、第一時か、第三次か、第六次か、第九次かを指す。図者。 英体は、自家教をベースに、様々な祈祷書を組み合わせて用いる。現在、教区ではこれらすべてを通年定時に行うことは稀で、あるが、大規模な修道院では行われることがある。第三次化、第六次化は、生体礼儀の前に行われる。第一次化、第三次化、第六次化、第九次化の構造は、基本的には共通であるが、大祭期には、構造が少し変わる。 日により記憶する、成人等が異なる。哲也等スラブ系の聖教会では、手術、大祭には徹夜等が行われる。晩家、創家、第一次家を一つなぎにして構成されたものである。故障としての晩等全晩等晩等全晩等という名前の次家は、聖教会には存在しない。しかしながら、晩の祈りの総称として、 日本正教会でも用いられる恋である。上述の通り、晩の祈りには、晩科、晩道科、夜半科、草加の他にも徹夜等があり、どの祈りが行われているのかを識別できない場合や、詳細に特に言及しない場合に便利かつ無難な術語である。正教会での生活において、重要な要素である秘密は、方針霊と密接なつながりを持つ。どの方針霊、 礼儀で、どの機密が執行されるかが、正教会において定められている。生体礼儀と、生体機密のように、機密が執行される、方針礼、礼儀と、機密それぞれに故障がある。機密と礼儀の対象評判に非べ、英民者のために、行う、方針礼。土曜日の早かに準ずる形式である。英民者の初罪の許しと神による永遠の記憶を、祈り、 英民者と祈祷者双方に神の憐れみを凝う。生体礼儀を伴うものとそうでないものがある。古来は手術に行わないものであったが、現在は教区により手術にも行うことがある。伝統的に英民を第3日、第9日、第20日、第40日に行うが、教区では省略内下の英民者と合同で記憶されることも多い。その後は原則として、 年一度営民した日に行うが、これもしばしば他の営民者と行動で記憶することが行われる。個々の営民者のためのものとは別に、一年に数回、全営民者のためのパニヒダが、政教会歴に定められている。代表的なものに、大時中の第二土曜日、第三土曜日、第四土曜日に行う、パラスタスのパニヒダがある。その他の初期党 AB 高橋康幸。 ギリシャ聖教162ページ、講談社学術文千1980年 ISBN 9兆7840億6158万5 0 0千3リトルギアは現代イギリシャ語からの転写。古典ギリシャ語再建音では、レートルギアとなる。教えから聖伝、日本聖教会いざ、オーソドックスチャーチ・イン・ジャパン本説の参考文献、高橋康幸著。 ギリシャ聖教講談社学術文庫1980年 ISBN 9兆7840億6158万53159ページから163ページ ABC 参考文献引用元イラリオン・アルフェーフ著、ニコライ・高松・コ一役信仰の機密東京復活大聖堂協会2004年135ページから137ページ川又一英 イコンの道ビザンティンからロシアへ135ページ、東京書籍 ISBN9 兆7844億8779万8971典。質問、どうして、ニコライドには参等者向けの祈祷書が置かれてないのでしょう。AB、聖子と行、ピアニッシも35から65、前景、聖教より80ページから81ページ、聖子と行、 ピアニッシも69から84。前景。進行の機密135ページ。聖子と行。ピアニッシも97から124。聖子と行。ピアニッシも141から215。ありがとうございます。